沖中部で有名なあの人、この店も宣伝してくれればね。ああ、富豪とかいう。俺の名前は木村正人、27歳独身でラーメン屋をやっている。半年後には転職してるかもしれないけど、こうやって常連さんに店の心配されちゃうな。閉店時間が近づき、のれんを下ろしに外へ出ると、あ、食べて行かれます？ええ、ほら、上着を脱いで。寒い、このままじゃダメ。そのままでいいですよ、今日は寒いですね。そうですね。大丈夫かな、今にも倒れそうだけど。寒かったら遠慮なく言ってください。絶対まともな食事とってないよな。どうも、あの、これで注文できますでしょうか？チラシを見てくれたんですね。たたっけん、しかも小盛りラーメンの。喜んで。ありがとうございます。社長、すみません、あちらのお客さんにそうしてあげて。俺はその親子のためにラーメンを作り。どうぞ。あの、これは頼んでないものじゃ。サービスです。そんな、申し訳ないです。遠慮せず召し上がってください。もう閉店ですし、廃棄しなきゃいけないから。でも、トッピングをいろいろ揃えてるんですけどね、煮卵とか注文してくれるお客さんあまりいなくて。料理人ですし、捨てるのは心苦しくて。そちらのお客さんだってお代を。さっき彼から聞きましたので、お気になさらず。私こそ食後に居座る迷惑客ですよ。ありがとうございます。いただこうか。いいの？いいんだよ。こんな小さい子なら喜んで食べ始めると思ったけど。ありがとう。どういたしまして。お母さんに言われなくてもお礼を。しっかりしてんな。おいしいね。そうだね。潰れそうな店でもやっててよかった。それからしばらく。メイ、起きて帰るよ。いや、余計なお世話ですけど。はい。こんな寒い日にどうしてうちみたいな店に。暖房器具でも壊れました？お恥ずかしい話ですが、光熱費を切り詰める生活をしてまして、いつもは布団で寒さをしのぐんですけど、今夜は。寒いですよね。この上着も路地に放ってあったのを拾ってきたんです。すみません、飲食店にこんな格好で。いえ、そういう事情なら。こちらに来たのも暖を取るのが目的でした。でも、もう十分温まったので。泊まっていきます。え？店の2階が自宅なんで、よかったら。これ以上ご好意に甘えるわけには。この寒さじゃ下手したら命に関わりますよ。遠慮する気持ちもわかりますが、泊まらせてもらったらどうですか？私、そこの工場で社長をしているものです。言葉だけじゃ保証にならないでしょうが、彼は信頼できる人物ですよ。本当によろしいんですか？なんとお礼を言ったらいいのか。ごめんなさい、頭が真っ白になって。娘さん、布団で寝かせてあげましょう。こうして俺はその親子を自宅に泊めた。翌朝。何かお店のお手伝いはできませんか？お気持ちは嬉しいですけど。せめてお店のお掃除だけでも。わかりました、それじゃあお願いします。メイは何すればいいの？そうして二人は冷蔵庫の裏側まで念入りに掃除をしてくれた。数時間後。これ以上は。まかないですから、そんな高いものじゃないですよ。どうしたの？社長、いらっしゃい。2日連続この二人を心配して。いつものをちょうだい。奥さん、ぐっすり眠れました？おかげさまで。止めていただけなかったらどうなっていたか。
失礼かもしれませんが、詳しい事情を伺ってもよろしいですか。昨日は悪いと思って聞きませんでしたが、お困りでしたら何かお力になれるかもしれない。一応社長やってますから。お話しするだけなら。彼女は出産後半年で旦那さんを事故で亡くしたらしい。身寄りもなく、娘さんを保育園に預けて働いているそうだ。ジムのパートに加え単発のバイトまでしているが、生活は苦しいとのことだった。この子の学費くらいは用意しておきたいのですが。奥さん、お名前は？高野愛と申します。高野さん、うちの工場で働きませんか。今度ジムが一人辞めるんです。大した給料は出せませんけど、お子さんの世話で早く帰らなきゃいけない時もあるでしょう。そういう時、多少の融通は聞かせられます。いいんですか。とてもありがたいお話です。よかった、社長の工場なら何も心配いらないですよ。ありがとうございます。こうして高野さんは社長の工場へ勤めることになった。その後も高野さんは俺の店に来てくれた。昼間は社長と一緒に、夜は娘さんを連れて。娘さんと来るとき、俺は二人の具材を少し増やしておいた。そうするうちに交流を深めていき、3ヶ月後、すっかり回復したな。初めて店に来たときはガリガリだったけど、こんな美人だったのか。あ、いや、娘さん連れてる客をそんな目で見るなよ。俺、マサト君、今度ね、メイ劇に出るの。劇？保育園のお別れ会で劇をやるそうなんです。へえ、メイちゃんは何の役？ウサギさん。かわいい。俺にも子供いればな。最近は高野さんと結構立ち入った話をするようにもなっていて。将来のことも大事ですけど、娘が今やりたいことはさせてあげたくて、こんな風に考えられるようになったの、社長と木村さんのおかげです。俺は別に。初めてこのお店に来た時、本当に救われた気持ちでした。寒さに耐えられずに家を出て、コンビニに立ち寄ったりしながらさまよってました。娘も一緒だから泣くわけにもいかなくて、もしかしてこのままなんてことまで考えました。大変でしたね。ただ剣を持っていたからこのお店に来ました。でも追い返されるのを覚悟していたんです。なのにあんなご好意をいただけるなんて。社長がいてくれたから結果的に良かったですけど、もっと有名店だったら他のこともできたんですけどね。そんなこと、木村さんがいてくれなかったら本当に私たちは。ありがとうございます。って高野さんはあくまでも感謝を言ってくれてるだけだ。みっともない勘違いするなよ。俺キスするの？何を言ってるの？ん？とにかく単発のバイトへ行かなくて済むくらいには生活に余裕ができたんです。お店のお手伝いができないでしょうか。以前のように掃除だけでも。お気持ちだけで。社長だけじゃなく木村さんにも恩返しがしたいんです。ご迷惑でしょうか。律儀な人だな。チラシ配りとか結構大変ですけど。大丈夫です、やらせてください。次の土日、高野さん親子は本当に手伝いをしに来てくれた。よろしくお願いします。お願いします。俺が一番配れてない。マサト君、お腹痛いの？お腹は平気。俺メイちゃんの半分も配れてないから。大丈夫、メイがやり方教えてあげるよ。ちょっとメイ、失礼なこと言わないの？すみません、我慢ばかりさせてきたからなのか変に大人びたところがあって。いえ、本当に教えてもらった方がいいかも。30分後、やっと配り終わった。あとは片付けて。あ、
ごめんなさい。こちらこそ。ん？それから何回かポスティングも手伝ってもらった。その結果。いらっしゃいませ。おお、混んでますね。おかげさまで。少しずつだが客が入るようになった。高野さんは接客まで手伝ってくれている。チラシの効果で客が来てるのか、それとも愛さん華奢だからな。どんぶり運んでるだけで心配で。大丈夫ですよ。ラーメン屋だし男性客が多いのは当たり前だけど、美人の店員がいたら話が変わってくるぞ。まさとくん、メイがコップ洗う？ああいいよ、運んでくれるだけで助かる。ありがとね、メイちゃんも手伝ってくれて。うん。その日は高野さんとメイちゃんに夜の営業まで手伝ってもらった。遅くまですみません。いえ、お店が混んでるのを見ると私も嬉しいです。この調子なら来月は黒字だな。久しぶりに休み取ろうかな。休業日も仕込みしてたし。お店休むの？だったら私の劇見に来て。メイ、木村さんはお休みしたいんだから。別に俺はいいですよ、メイちゃんの劇見てみたいし。やった。もうすみません、親みたいなことをさせてしまって。え、マサト君パパになるんでしょ？え、な、何言ってるの？お店手伝ってるのに。それはいろいろしてもらったから恩返しよ。結婚なんてしないの？じゃあ私と結婚しよう。メイ、マサト君大好きだもん。あはは、それはダメ、私がするの。え、ママはしないんじゃないの？冗談に決まってるでしょ、メイの聞き分けがないから。ええはは、冗談に決まってるんですね。結局休みの日はメイちゃんの劇を見に行くこととなった。すごいな、プロの子役集めてきたみたいだ。特にメイちゃんはひいき目とはいえ。ありがとうございます、メイにも言ってあげてください。お別れ会の後、メイちゃんを待っていると。高野さん、メイちゃんすごかったわね。ありがとうございます。はじめまして。ご主人も驚いたんじゃないですか、娘さんの演技。いや、あ、この方は知り合いで。あら、すみません、てっきり。あの、うちの娘だけじゃなく他のお子さんも。そりゃ間違われるよな、奥さんの方が美人すぎるってことを除けばこの状況だし。マサト君、見てくれた？あ、見たよ、すごかったよメイちゃん。こら、抱きついちゃダメだって言ってるじゃない。へー、木村さんが困るでしょ。別に迷惑では。じゃあ嬉しいんですか、娘に抱きつかれて。いや、あの、高野さん言い方。その後俺たちはメイちゃんの着替えを待って家路に着いた。疲れたんですかね、メイちゃん。それだけ全身全霊で演じてたんだな。最近劇団に入りたいなんて言い始めて。メイちゃんなら本当に役者としてやっていけそうですね。重たくないですか、重ね重ね、せっかくの休日にすみません。楽しかったですよ、店の経営が苦しかったから本当に久しぶりの外出で。あの、差し出がましいようですけど、お店をフランチャイズにはなさらないんですか？大手チェーンの傘下なら利益率は高いそうですし、店主の方の決定権も比較的。そうなんでしょうね、ただうちの店亡くなった父から引き継いだものだから。父の代は結構人気あったんですよ。でも2代目に入ってから味が落ちたとか言われてて。そうだったんですか。俺昔やんちゃしてまして、父に散々迷惑かけたんです。だからせめて父の店は今のまま守っていきたいな、なんて。ごめんなさい、ひどいことを言ってしまって。え、別にそんな。知らなかったじゃ済まされないです、木村さんの思いをないがしろにしてしまいました。
心配してくれたんですよね。ひどいなんてことは。むしろ嬉しいですよ。今日休めたのだって高野さんのおかげですし。私はご恩を返してるだけで。恩なんてそんな。お互いお礼言うのをやめません。この話終わらないですよ。そうですね。高野さん頑固だから。木村さんこそ。もしよかったらまたどっか一緒に出かけませんか。ぜひ、楽しみです。だけどその約束をすぐには果たせなかった。よりによってうちの近くに出店してくるなんて。大手チェーンが競争相手かよ。その店に客を取られ、うちの店の客足は再び低下したのだ。高野さんと出かけてる場合じゃなくなっちゃったな。スープの味を改良してもそもそも客が来ないんじゃ。フランチャイズにするしか。マサトくん見て。もう小学生か。おめでとう。ありがとう。近くに新しいラーメン屋ができましたけど、最近お店どうですか。フランチャイズにすればなんとか。フランチャイズにしなきゃいけないほど苦しいんですね。木村さんの決めることですけど、お父さんの話を聞いたから。ああ、お店なくなっちゃうの。大丈夫、私がお金を稼ぐから。マサト君に全部あげるよ。稼ぐ。実は娘が子役として芸能事務所に入りまして。すごいな。ありがとう、気を使ってくれて。マサト君信じてない。本当だよ、絶対にメイが。そうね、そうなるといいね。ママまで本当なのに。それから1ヶ月が経った頃。予想以上にレトロな店だね。え、富豪なるお、あの富豪系インフルエンサーの。特チューブの撮影に来たんだ。いいかい。もちろん宣伝になりますし、ただし必ずネットにアップするわけじゃないよ。僕が食べてみて美味しくないと感じたら動画はお蔵行きさ。構いません。あの、どうしてうちの店に来てくれたんですか。ああ、子猫ちゃんから話を聞いたんだ。子猫？高野芽衣ちゃんさ、君の知り合いだろう。うちの企業の CM に出演してくれてね。芽衣ちゃんが？なんなら僕がこの店に出資してあげようか。ありがとうございます。でも撮影だけで十分です。そうかい、もったいない。なんでそこまで言ってくれるんですか。可愛い子猫ちゃんが小さな胸を痛めている。それ以上の理由が必要かい。変わった人だな。まあでも、わかりました、よろしくお願いします。こうして俺は富豪さんにラーメンを差し出した。その結果、富豪さんの動画のおかげで俺の店は一気に有名になった。よかったですね、客足が戻って。親父から引き継いだ貧乏店ってのが受けてるらしいですけどね。それだけじゃないですよ、ラーメンが美味しいから。メイのお金もあげる。これでお店大丈夫でしょ。ありがとう。でもそれは受け取れないよ。なんで。それは君とお母さんのものだから。他人の俺には。他人じゃない。メイちゃん、受け取ってあげてください。そんな、高野さんまで。私も木村さんのことを他人だとは思っていません。他人だなんて言ってほしくないです。わかりました。俺はメイちゃんのお金の一部を借りることにした。そして富豪さんとメイちゃんのおかげで店をリニューアルすることができた。もちろん親父の店の面影は残してある。コンサルティングも受けて経営の立て直しを図った。完全に立ち直った俺の店で、今では高野さんが経理をしてくれている。やっと来れましたね。すみません、約束してたのにお待たせして。全然。お店が人気になって社長も喜んでましたよ。ねえマサト君、私との約束は。約束？
結婚してくれるって言ったじゃない。は？この子は。すみません、女優さんの真似を。なるほど。まあそんなに怒らないであげてください。せっかくの休みですし。こんな小さい子でも油断ならないですからね。はい。娘に嫉妬しちゃダメですか？あ、また倒したわ。今日もやってるのか。俺の名前は山田岳、冴えない高校2年生だ。俺の通う小岩高校にはちょっとした有名人がいる。それが。すげえ、これで10人目だぜ。ふっ、もう二度と勝負なんて挑んでこないで。強すぎる。エマ先輩かっこいい。相変わらずだな。同じクラスの彼女、後藤エマ。空手部主将で全国大会にも出場するほどの実力者だ。男嫌いと噂されているが、あまりにも美人なため彼女と付き合いたいという男が次から次に湧く。その結果、どこからともなく彼女を倒せば付き合えるという話が持ち上がった。それからはああして勝負を挑む奴らの相手を毎日しているらしい。男嫌いじゃなかったらな、付き合いたいけど勝てる自信ないし。それな。でもあの強くて凛とした感じもまたよくね。確かにそうだ。そうなんだが。ごく早く。あーん。はいはい。おいしい。幸せ。素のエマはこっちなんだよな。信じられないだろうが、今目の前にいる彼女は後藤エマ本人である。関係なさそうな俺たちがなぜ一緒にいるかというと、いいなずけで同棲中だからだ。すべての始まりは小学1年生の頃、俺が通う空手道場に突如エマが入ってきた。私と一緒にいて。ちょ、やめろ。道場では保護者が顔を合わせることも多い。エマが俺に懐いているのを見た両親たちはすっかり仲良くなり、そのうち付き合いは家族ぐるみに。そしてエマの願いもあり、あれよあれよの間に言い名付けにまでなってしまった。しかし高校入学間近になった頃、俺の両親の海外赴任が決まった。一緒についていくことも考えていたのだが。私に息子さんをください。ちょ、それ俺のセリフじゃない。まあまあ、こんなに嬉しいことはないわ。ガク君、うちの娘をよろしくな。こんな感じでエマが俺の面倒を見ると言い出し、そのままうちの家に二人で住むことになったのである。もう一個。そんなに食べていいの？平気、チョコは私の命。あとガクも。俺はチョコのついでかい。嘘、ガクのが大事。そう？でもさ、今日男はいらないって言ってなかった？ガクだけは別。へえ。なんでそんなに意地悪言うの？ガクひどい。ごめんごめん。でもさ、学校でもこの10分の1くらい素を出したらみんなと仲良くなれそうだと思って。特に男子には冷たいしさ。だって男子嫌だ。小さい頃何度もからかわれたもん。そうだったな。まあ、あの時ガクが助けてくれたから今があるんだけど。俺を追いかけて道場まで来たって言ってたもんな。俺はもう空手やめたけど、あっという間に俺より強くなったし。そんなこといいから早く次のチョコちょうだい。はいはい、今。ああ、やっぱりいいや、チョコを見つけた。え、どこに？ここ。甘くて美味しい。これは不意打ちだけど。今の嘘だろ。バレた？ガク慌てないからつまんない。もっとドキドキさせたいのに。はいはい、それは置いといてさ。うん、やっぱりさ、俺たちが言い名付けだってことを公表したら？うん、
その方がエマに勝負挑むやつも減りそうじゃん。もしかしてガク、不安なの？え？それなら大丈夫。私、絶対に負けないから。そういうことじゃなくて、毎日男子と試合なんて危ないし。問題ない。それに男子と戦うくらいが練習になって、私にはちょうどいい。だから。平気だよ。私はずっとガクだけの私だから。うっ。それに私はガクとだけ話せればいい。素の私がバレるとガクにも迷惑かかりそうだし、ちょっと話すだけでも爆発しちゃいそうだもん。学校でもこんな風にずっとギュッてしたくなる。それは確かに困る。いやでもちょっと抑えてもらえれば別に。無理。私はガクが大好きだから1ミリだって離れたくない。いいの。家でこうしていっぱい甘えられれば私はそれでいい。なんかうまくかわされたような。でもこのエマを俺しか知らないってのに優越感があるのも事実なんだよな。こんな感じで学校では俺たちの関係も秘密にしているというわけだ。これからも変わらない毎日が続くと思っていたのだが、数日後ちょっとした事件が起きた。今日こそ一緒にお風呂入ろう。断る。成人するまで何もしないって約束しただろ。うん、ガクのケチ。エマ？ん？やっぱりそうだ。なあガクも久しぶり。私ウラールユザミよ。誰？前に同じ道場に通ってただろ。でも確か転校したはずじゃ。こっちに帰ってきたの。まさかまた会えるなんて。っていうか二人が言い名付けの噂本当だったんだ。まずい。ずっと隠してたのにこんなとこでバレるなんて。どうする？なんてごまかしたら。ま、別にいいけど。じゃあまたね。ああまた。あれ、なんかあっさりしてたな。興味なかったのか？ガク。とはいえやっぱりエマは不安なはず。早く帰ろ。今日は美味しいパスタ作ってあげるから。え、晩飯はカレーだろ。さっきジャガイモとか買ったじゃん。家庭的な女がタイプの男はパスタでイチコロなの思い出した。これでガクも私にベタ惚れ確定。それ親友の彼女の連れの話な。うん、細かいことはいい。うどん入れれば万事解決。いつの間にかカレーうどんになってるけど。ったく、相変わらずマイペースな。心配しなくても平気だよ。うざみだっけ。同じ学校なわけじゃないし。早く帰ろ。ああ、気を使ってくれたのか。まあエマの言う通りもううざみと会うことはないだろうし大丈夫か。そう思っていたのだが。うざみです。よろしくね。嘘だろ。うざみちゃん超美人じゃん。好きなタイプは？そうね、強い人かな。まさか転校してくるなんて。もしエマとの関係をバラされでもしたら。しかし俺のその心配は必要なかった。数日経ったがうざみが俺たちのことを話そうとする気配はない。ただ別の問題が。ねえガク、さっきの問題わかんなかったから教えて。近いから。なんで転校して以来あからさまにアプローチをしてくるんだ。俺のことが好きなのか。いやでも昔はそんな素振り全くなかったし。あのさ、うざみは知ってるだろうけど俺にはエマが。エマは男嫌いで通ってるし学校じゃ手出しできないもの。それに私他の人のものが好きなの。逆に燃えるから。はあ。なんか今日の後藤さんめちゃくちゃ怖くね。きっと放課後に備えて集中力を高めてるのよ。その後も何かとうざみにつきまとわれる日々が続き。よいしょ。そうなりますよね。もういい、学なんて知らない。ここ最近ずっとこの調子だな。こうなったら。
ほら、これエマが好きなチョコ、うん、限定のチョコアイスもあるよ、うん、これでもダメか。そんなのいらない。だからキュッてして。え、ガク、私のこと好き？うざみよりずっと。当たり前だろ、俺はエマが好きだよ。私もガクが好き。家でこうしていられたら幸せ。俺もだよ。よかった、なんとか機嫌治ったみたいだ。しかし数日後、さらなる事件が起きてしまった。おいエマ、いい加減出てこいよ。もうやだ、うざみ空手部のマネージャーになってからいつも自慢してくる。そんなわけ。今日もニヤニヤしながら私にドリンク渡してきた。ガクに勉強を教えてもらったって嬉しそうに話しながら。そんなに嫌ならさ、いいなずけの件みんなに話したらいいんじゃない？それはごめん。確かにガクの言う通りだと思う。でも大会も近いし、今学への気持ちに学校でも歯止めが効かなくなったら集中できなくなる。確かにうちでの感じ全開じゃそうなるよな。でもさ、不安だから。今日は一緒にお風呂入ろう。それはダメ。うん、学のケチ。じゃあ一緒に寝る。はいはい、それで勘弁してくれ。おやすみ学。おやすみ。にしてもどうしたものかな。うざみはなんで空手部のマネージャーなんか始めたんだろう。理由がわからなきゃ問題も解決しないよな。ガク大好きだよ。ずっと一緒にいて。もちろん。やっぱりこのままじゃダメだ。この笑顔を守るために俺が行動しないと。明日うざみにいろいろ聞こう。それから俺ももっとはっきり自分の気持ちを伝えるんだ。そして翌日。ねえガーくん、移動教室一緒行こう。教室違うだろ。てかさ、なんでうざみいきなりマネージャー始めたの？打ち込むものがある方が女は輝いて見えるでしょ。それだけ？だったら別に他でも。私のことがそんなに気になる？それなら今日の放課後、中庭に来て。なんで？別に今でも。ガクに大切な話があるの。これはチャンスだ。うざみの告白をきっぱり断れる。わかった。数時間後。ガク、来てくれてありがとう。私ね、ちゃんと気持ちを伝えようと思って。私ガクのことが好き。私と付き合ってくれるよね？ごめん、それは無理だ。俺はエマが好きだから。なんで？エマとは親が決めた言い名付けなだけでしょ。確かに言い名付けは親が決めたことだけど、今一緒にいるのは俺の意思だから。エマなんてただちょっと強いだけじゃない。私の方が。エマは強いだけじゃない。可愛くて優しくて、エマのいいところは俺がたくさん知ってる。何よりエマは俺にとって特別な人なんだ。やだ、私じゃダメなの？ねえガク。だから俺は。ガク、先生が呼んでって。え、何やって？だ、エマ、これは違う。違わないわよ。私とガク、いい雰囲気だったの。ちょっ、私だけだと思ってたのに。エマ、俺の話を聞いて。まずい、なんて言ったらいいんだ。この状況じゃ何を言っても。もう我慢の限界。え？黙っておとなしくしてれば、人の言い名付けに近づいて何考えてるの？はあ？そんなに嫌なら堂々とアプローチすればいいじゃない。隠してるそっちが悪いんでしょ？それとも何？私に取られるのが怖いわけ？そんなわけない。それなら勝負しましょうよ。勝った方は何でも言うことを聞くってことでどう？
そっちが勝てば私をガクに近づかせないように命令できるわ。その勝負乗った。ちょっと二人とも、今日はエマさんとウザミさんが対決だって。なんで、いつもは男子と勝負してるのに。なんでこうなった。絶対負けない。私だって気持ちが違うのよ。じゃあ行きますよ、はじめ。はっ、やっ。そして結果は、え、あれ、めちゃくちゃ弱くない、さっきの勢いは。ごめん、私本気出しすぎ。最高。憧れのエマと対決できるなんて、一生分の運を使い果たしたわ。ずっとこの時を待ってたのよ。もう本当に幸せ。このまま時が止まればいいのに。ねえもう一戦お願い。グク、助けて。ウザミって俺のことが好きだったんじゃ。は？そんなわけないじゃない。私はあんたが邪魔だっただけ。だっていつもエマの周りをちょろちょろしてるんだもの。だから私のことを好きにさせて捨てるつもりだったのよ。そうすればいい加減な男だって気づいて、エマはあんたを嫌いになるでしょ。それをエネルギーにエマが空手に打ち込めば、今までよりもっとかっこいいエマが見られるもの。一人になったエマに私が近づけば、私がエマの一番になれる可能性だってあるじゃない。なるほどね。とにかく私はエマの大ファンなの。ガクばっかりエマといい関係なんてずるいわよ。その後の話によると、ウザミが道場を辞めたのもエマの追っかけに専念するためだったらしい。天候で地元を離れてしまってからも大会などは毎回見に来ていたそうだ。そして少し前に再び両親の都合によりこちらに戻ってくることになった。俺たちと再会したあの日、ウザミはエマに挨拶をする予定だったとのことだ。しかしそこで以前道場で噂されていた俺たちの言い名付け関係が本当なのだと知り、今回の計画を実行したらしい。もしかして空手部に入ったのもエマの近くにいるため。でもそれならマネじゃなくても、一緒に選手として活動するよりもマネージャーの方がずっとエマを見てられるじゃない。それにサポートに徹したかったの。いつでも愛情いっぱいのドリンクだって渡せるし。あれ愛情だったんだ。ニヤニヤしてたから毒かと思った。愛という名の毒かしら。エマへの愛ならそれはそれで素敵。愛にはいろんな形があるんだな。まあでもそういうことならよかったよ。は？あんた何言ってんの？利用されてたのよ。別に全然いいよ。エマのことを好きだって言ってくれる人がいるのは嬉しいし。な、あんたの頭お花畑なの？まあ俺もエマのファンなのは一緒だから。ふ、調子狂うわね。ねえウザミ、これからはそういうのやめてくれる？ガクは私にとって大切な人だから、私を好きって言ってくれるなら一緒に大切にしてほしい。エマが言うならもちろん。エマの言うことはめちゃくちゃ素直に聞くんだな。まあ今回の件は悪かったわ、ごめん。いやこっちこそいろいろ勘違いして悪かった。なあ今の話ってマジ？エマさんと山田くん言い名付けだって。しまった、こんなに堂々といろいろ話して。エマの気持ちを抑えるためとはいえ、こんな形でずっと隠してたのバレたらみんな怒る。素敵、漫画みたい。もっとファンになっちゃった。お前も早く言えよな。みんな今まで隠しててごめん。私気持ちが暴走して部活に集中できなくなりそうだったから。俺もずっと黙っててごめん。なおさら可愛いよ。集中のためとかかっこいいじゃん。いい生徒ばっかでよかった。それからしばらく経ったが、危惧していたエマの学校での出れ具合はというと、正直全然抑えられてない。
本人によればこれでもだいぶ我慢しているそうだ。だがしかし気持ちのダダ漏れを乗り越え、無事にエマは大会で優勝した。ひときわ応援してくれたのはやはりウザミだったらしい。エマさん、何怒ってるの？ガクゴ、まだ今日は一回もキスしてくれてない。ぶ早くキスして。こんなとこで、さすがにそれは。好きあり。帰ったらガクからいっぱいしてね。最高に可愛くて最強の言い名付け。そんなエマに俺が勝てることはきっと一生ない。俺は中野浩太、29歳、フリーランスのカメラマンで、ただいま取り込み中。今日中に店でプリントを。コンクールの締め切りまでせめてあと1日あれば。あ、親父か。今それどころじゃ。嘘だろ、こんな時に病人。放っておくわけにはいかないし。大丈夫ですか？うん、顔が赤い。多分熱中症だ。俺の家へ上がってください。すまねえ、礼は必ず。その後ご老人を自宅にあげ、解放のため着物を緩めさせてもらったのだが。あ、これか。その筋のものだが、恩人に手は出さねえよ。今日は妻の命日だしな。ご愁傷様で。昔の話だ、もう10年になる。うちの門がついてくるってうるさかったんだが、静かに過ごしたくてな。そのせいで兄ちゃんに迷惑をかけた。家のもの。娘はあいにく休養でな。ところで兄ちゃん、何か急いでなかったか？あ、実は。俺はご老人に一連の流れを説明した。本当にすまねえ。まさかコンクールに写真を応募する途中だったとは。いえ、応募要項をきちんと確認しなかったつけです。まさかプリントが必要とは。にしても兄ちゃん本当に無名なのか。風景ばかりだがいい写真じゃねえか。ああ、ありがとうございます。何にせよ助けてもらった礼がしたい。連絡先教えてくれるか？教えるべきじゃない。でも本当にその道の人か？こんな穏やかなのに。結局電話番号を教えてしまい、ご老人は笑顔で帰っていった。それから2週間。そういえばあの人から結局何も連絡来ないな。もしもし。おお、遅くなったな。急で悪いが、約束通り兄ちゃんの家にあれ送ったから。あの人か、あれとは？例の気持ちだよ、見ればわかるさ。なんか怖い。とにかく早く逃げ。え、もう来た。覚悟決めろ。俺、夜分に申し訳ありません。ご挨拶に参りました。突然で迷惑かと思いましたが、父が大安吉日の今日にしろって言い出して。ああ、お、女の人、しかもめちゃくちゃ美人。お家入ってもよろしいですか？ああ、はい、どうぞ。先日は父がお世話になりました。私、後藤凛と申します。ってことはあなたもその道の関係者という意味では、娘だと口で言っても証明になりませんね。お目汚し失礼します。何を。あ、その腕の、あのおじいさんの胸元にあったのと同じだ。父と違って私のはメイクですが、人生の一大事にはこのメイクをするんです。父の勇気を分けてもらうために。ふつつかものですが、精一杯旦那様にお仕えしますね。え、娘から聞かねえのか？まずはお父さんから。美人と話すのが怖いんだよ。あいつには縁談を持ってきた。花嫁修行のつもりで行ってこいと言った。縁談？今まで散々肩身と結婚して家を出てけって言ったんだが、あいつは耳を貸さなくて。だがあんたの話に目を輝かせての。
え、あんたの写真もともと知ってたらしいんだ。娘が興味を持つ相手をやっと見つけたから、父親としてはよ。娘さんほどの美人なら選択肢はいくらでも。俺に肩着の知り合いはほぼいない。騙したようで悪いが、うちの娘じゃ不満か。そんなことは。じゃあよろしく頼むな。あの、リンさん、お父さんに聞く前から俺のことを知ってたんですか？はい、4年前コウタさんの受賞した写真が雑誌に掲載されてて。あの小さい賞の。星空を映す森の湖面、すっかりコウタさんの写真の虜になっちゃいました。あ、もうずっとファンです。父を助けていただいたって聞いた時はびっくりで、写真から伝わってくるお人柄の通りで嬉しくなっちゃいました。父も気に入ったようですし、私もこの人ならって。ああ、ありがとうございます。でも突然のことで、やっぱりご迷惑でしたか？いえ、あの、ところで今日はどこに泊まるつもりですか？もちろんこちらに、トランクに簡易布団もあります。追い出すわけにもいかないし、結婚はともかく、しばらく泊まることについては分かりました。ありがとうございます。それから俺たちはベッドの譲り合いを30分続け。よかったら寝る前に少しお話ししませんか？何の話を？コウタさんのこと。ご家族は？うちはあんな感じですけど、コウタさんのお父さんはどんな人？小さい頃からよく叱られてました。すごく人見知りだったんで、俺。人見知りを叱られたんですか？小学校のグループ作りで一人余ってるのを同級生に笑われたことがあったんです。それを父に言ったら、なんで言い返さないんだって。否定されるのが嫌になって、それ以来自分からはほぼ話しかけなくなりました。高校の時とか目も合わさずで。あ、写真についてはなんて言ってるんです？特に何も。大学時代に父から就職について聞かれて、写真家の助手になりたいって言ったら。お父さん、なんて？夢を聞いてるんじゃない、就職先を聞いてるんだって。その瞬間、父の説得を諦めました。そのまま家を出て今に至る感じです。大きな賞でも取って父を見返そうかと。あの、私、自分が落ち込んだ時、コウタさんの写真を見てて、悩みなんか忘れて見とれてて、コウタさんの写真本当にすごいです。ありがとうございます。励ましてくれたのか。きっとリンさん優しい人なんだろうな。翌朝、リンさんは食事の準備をしてくれていて。うまっ。よかった、お口に合って。何か食べたいものがあったら教えてくださいね。ハニートラップ、こんなうまい話あるか。30分後、合鍵はテーブルの上です。行ってきます。あの、え、ここ寝癖ついてますよ、直しましょうか？可愛らしくてもったいないけど。あ、大丈夫です。山の撮影でほとんど人に会いませんので。それじゃあ。30目前の男が可愛いって言われて喜ぶな。あの、お家の中片付けても。好きにしてください。帰宅後には。お帰りなさい、お仕事お疲れ様です。ただいま。新婚夫婦かよ、こんなこと続いたら俺まで。部屋綺麗にしてくださってありがとうございます。いえ、あ、すみません、ちょっと。あ、なんですか？ほっぺにご飯粒がついてましたよ。ああ、びっくりした、急に近づいてくるから。うん、こういう時どうしたらいいんだ。女性免疫がない俺には全部刺激が強すぎる。結局俺はずっと黙り込んでしまい、何とも言えない中食事を終えた。寝る前に少しだけいいですか？はい。単刀直入にお聞きします、肩着でない妻は嫌ですか？そんなこと、凛さんはお料理も上手ですし。一回
きちんとお話しさせてください。うちの家業のこと。うちのしのぎは株式投資です。少なくとも今は法外なことをしていません。組をまっとうな組織に変えるために父がずっと頑張ってきましたから。父の先代の組長も同じ志を持っていました。組織の大半は反対側でしたけど、まっとうな仕事で利益を上げて、父と先代は少しずつ味方を増やしていったんです。そうなんですね。でも私の小さい頃は父と対立する方がまだいたみたいで、だから私は自由のない環境で育ちました。家業について思うところはあります。だけど父は私を大切に育ててくれた。私にとって父の娘であることは大切なことです。家業のことでご迷惑をかけることになればすぐにここを出ていきます。俺は父と絶縁状態で、凛さんとお父さんの関係は素敵だと思います。あ、コウタさんにそう言ってもらえてよかった。きっと大変なこともたくさんあったんだろうな。でも素直に凛さん親子の関係は羨ましい。それから数日後。素敵。私植物園初めてです。喜んでもらえてほっとしました。デートなんて俺には荷が重いけど、放っておけばいつまでも家事してるからな。写真見せていただけますか。近い。うわ綺麗。一応写真家ですので。俺が決めちゃったけど、行きたいところ本当になかったんですか。何も思いつかなくて、家業のことがあったので観光をほとんどしたことがないんです。外出は嫌じゃないんだよな。しっかりしてるし、俺の手なんて必要ないと思ってたけど。また出かけましょう。そのうち行きたいところできますよ。俺も付き合いますから。はい。こうして俺は休みのたびに凛さんと出かけるようになった。カメラと一緒に。どこに連れて行っても凛さんは無邪気に喜んでくれた。仕事では肩に力が入っている俺も楽しみながら撮影を行った。すごい、凛さんといるのが楽しいんだ。そうするうちに気づけば3ヶ月が経ち、ようやく凛さんから出かけたい場所のリクエストをもらった。凛さん？勝手に撮っちゃってごめんなさい。真剣な横顔が素敵で。コウタさんはポートレート撮らないんですか？ああ、コミュ力が必要なので。私の写真も一枚も撮ってくれないですもんね。専門外ですし。風景より人が綺麗に見えたことないんだよな。あ、撮らなきゃ。俺が人の写真を撮るなんて。綺麗な人だ、中身まで。ずるずる今の関係を続けて、凛さんが心変わりしたら。ダメだ、考えたくない。それから数日後。お話って？この写真を見てほしいんです。私を撮ってくれたんですか？はい。それでこの写真、海外のコンクールに応募してもいいですか？一つだけお願いを聞いてくれたら。何ですか？返事を聞かせてほしいんです。初めてお会いした時の。先に言われちゃったか。え？コンクールで入賞したら言うつもりでした。このままずっとそばにいてほしいって。あ、嬉しい。ごめんなさい、どうしても待てなくて。凛さんの気が変わらなくてよかった。そんなことあるわけないです。それから数日後、俺は凛さんの写真をコンクールに応募した。その結果、見事大賞を受賞。結婚を決めた俺たちはまず凛さんのお父さんへ報告に行った。しかし、俺のことは消息不明にしろ。片桐のご両親は俺を知らなくていいんだ。凛さんが言ってました。お父さんの娘であることが私にとって大切だって。凛のやつあんたに見せたか？二の腕に描いたハスの花。はい。俺は娘が高校生の時、
初めてあのハスの花を見せられた。化粧と分かって安心したが、肝を冷やしたよ。どうしてですか？俺らの世界であれは絶縁宣言なんだ。親からもらった体を傷つけることで、カタギの世界と決別するための。俺は自分の親と折り合いが悪くてな、体を傷つけた時は何とも思わなかった。でも自分にも娘ができて、それを後悔し始めて、それを知ったリンのやつが、あのメイクを、これはお父さんと私の絆だ、だとよ。だから娘には幸せになってほしいんだ。お父さんの気持ちもわかる。でも俺はどうすれば。それからしばらくして、今度は俺の実家へ結婚の挨拶のために帰省した。お父さんが本当はそうだったんですね。母さん、リンさんに余計なこと言ってないだろうな。二人ともちょっといいかな。食事の前に報告を済ませたい。俺と後藤リンさんは結婚します。あらあら、おめでたいわね。最初こそ和やかな雰囲気だったのだが、リンさんのお父さんは10年前から消息不明なんだ。奥さんを亡くしたショックが原因で。娘を残していなくなったのか？勤め先に確認は？誰か一人くらいお父さんの行き先を知ってる人は？だから消息不明だって蒸し返すなよ。リンさん、息子と結婚するつもりなら今の話の確認を取らせてほしい。親父！お前は確認したのか？もしお父さんに隠さなきゃいけない事情があるなら。リンさんの気持ち考えろよ。二人ともちょっと落ち着いて。あったよ。あ？リンさんの父親にあったよ。俺には立派な人にしか見えなかった。なんで隠したと思う？あんたじゃ受け入れられないからだよ。人を裁くような目でしか見れないあんたじゃな。コウタさん、耐えられない。ごめんリンさん。待って。ごめんなさい。私コウタさんを追いかけてきます。ええ。数分後。コウタさん、少しお話ししよう。ごめんリンさん、今すぐ家に戻る気にはちょっと慣れなくて。いいの。それで、あの、本当にごめんなさい。謝るのはこっちだよ。お母さんから聞いたんだけどね、お父さん、コウタさんが大賞を取った写真、毎日のように眺めてたんだって。親父が？お母さんに口止めしてたらしいの。コウタさんの夢を応援しなかったこと、お父さん気にしてたみたい。大きな賞を取った途端、手のひら返しで喜ぶとこなんかあいつに見せられるかって。写真家になるのを反対した理由は分かってるでしょ？内気な息子が食いっぱぐれないか心配だったんだろ。私のお父さんが好きだけど、お父さんが完璧だなんて思ったこと一度もないよ。そうだよな。ありがとうリンさん。その後俺たちはもう一度家に戻った。そして、心配かけてごめん母さん。それから話の続きをしていいか親父。なんだ。俺さ、写真でも何でもいいからあんたに認めてほしかった。今度取った賞ならそれができると思ってた。コウタ、お父さんはリンさんから聞いたよ。あの写真が撮れたのはリンさんのおかげだ。もう写真のことはいい。リンさんやリンさんのお父さんを悪く言わないでくれ。頼むから。お父さんの心配はごもっともです。だから証明するチャンスをください。私がコウタさんを不幸にするような人間かどうかをお願いします。二人で俺たちがどんな人間か証明するから。勝手にしろ。それから俺とリンさんは毎週末実家へ通い詰めた。リンさんの家事のスキルは母さんを驚嘆させた。俺もリンさんを見習い、仕事でおろそかだった家事を覚え始めた。肝心の親父は相変わらずリンさんに厳しい。でもリンさんも俺も親父に話しかけ続け、半年が過ぎた頃。問題はお前たちが幸せになれるかどうかだ。信じていいんだな。はい。やっと
まともに向かい合ったな。お前今まで黙って従うか怒って離れていくかだったろ。心配かけやがって。親父ごめん。それからありがとう。その後一度だけうちの両親を凛さんのお父さんに会わせた。問い詰めないよう親父へ釘は刺したが、実際に会わせてみると立派な人じゃないか。だろ。そして結婚式当日を迎えたのだが、なんで怒るの。苦労をかけたこと謝ってるだけで。二人で頑張ってきた大切な思い出に謝らないで。そういうことか。ごめん。だから写真撮らせてよ。できれば笑顔を見せてくれると助かる。綺麗に撮ってね。プロなんだから。俺の奥さん綺麗に撮るのに技術はいらないよ。ふぅ、また雑草食ってんのかよ。草生える。うるせえ、タンポポは食えるんだよ。てか草生えたんなら食わせろ。俺は山田翔。見ての通り草しか食えない貧乏人。実家の工場が経営難で、いつも借金返済に追われているせいだ。相変わらず貧相な食事。私のお弁当分けてあげましょうか。誰が金持ちの施しなんか受けるか。そしてこいつは佐々木エミリ。実家が大企業を経営している社長令嬢。さらに顔もいいのでクラスのマドンナ的存在。俺とは真逆みたいなやつだ。人の行為はおとなしく受け取りなさいよ。何が行為だ。善意の押し売りはやめろ。貧乏な上に性格まで悪いのね。金持ちのひねくれ者より飯で。まあまあ、こんなやつもうほっとこうぜ。俺たちはまさに犬猿の仲。顔を合わせるたびに言い争っていた。それから時は流れ、25歳になった俺はもう立派な大人。今日は接待のため取引先の社長と飲んでるとこだ。実はいいお店があるんです。2軒目はそこにしましょう。いいですね。さすがはオタク社長。私の名前はオタクではなくオタクだです。ところが連れて行かれた先はキャバクラかよ。聞いてないぞ。どうも店長さん、2人なのですが。これは社長。どうぞ中へ。ねえ社長のとこナンバーワンの子をつけたけど。さすが顔が広いな。数分後。いらっしゃいませ、エミって呼んで。え、な、まさか佐々木エミリ。あれバイト。お父さんの会社は。それは。ノーヤ、二人はお知り合いですか。まあそんな感じで。おお、不思議な縁もあるものですな。冗談だろ。こんなやつと再会するなんて。このままじゃ接待が台無しに。ところが意外とエミリの接客は礼儀正しく。お客様、いい飲みっぷりですね。そうかな。ってなんか近くない。いい匂いまでするし、こいつ昔より美人になってやがる。ところでお仕事って何されてるんです。え、仕事なあ。彼は今黙った。せっかくですし仕事の話はなしにしましょう。そうしましょう。そうですか。私は構いませんが。1時間後、どうにか接待は無事に終了。今日は楽しかったですよ。それではまた。はい、今後ともよろしくお願いします。しのぎきった。まったく、エミリのやつがおかしなこと言わないかヒヤヒヤしたぜ。ま、あとは帰って寝るだけだな。あんた、ちょっと付き合いなさいよ。え、何の話だ。鈍いわね。今からアフターに付き合えって言ってんの。私、普段はそういうこと誰ともしないんだからね。感謝しなさい。はあ、お前何様。そういうとこふっと相変わらずだな。うっさいわね。私だって本当はあんたとアフターとか嫌なんだから。じゃあすすってくんね。けどお店で変な噂とか流されたらたまんないし。言ってみれば、そう、これは口封じなのよ。お前何を。
いいとこに連れてってあげる。なんだと？で、向かった先は。大将、私背脂なし野菜多め、スープのタレ多め、ニンニク少なめで、あと追加で餃子も。てラーメン屋かよ。確かにめっちゃうまそうだけどさ、俺の順調を返せ。で、お前なんでキャバ嬢やってんだ？こんなとこまで連れてきたんだ、聞かせてくれるんだろ。最初からそのつもり言ったでしょ、変な噂されたらたまらないって。ふっ、誰がそんなことするかよ。けどまあ、さっさと話してみろ。話によると、あの頃は一流の大企業だったエミリンとこの会社だが、高校を卒業してしばらく経営が大幅に悪化、その後すぐに倒産し、両親は莫大な借金を抱えてしまったらしい。エミリのやつもキャバ嬢として働き、その返済を手伝っているとか。まさかそんなことになってたとはな。どうよ、いい気味でしょ。高校の頃あんたのこと散々見下してたのにね。その私が今じゃこんな。いいわよ、笑いたいなら笑えば。はあ、誰が笑うかっての。見くびるのも大概にしろよ。借金返すのがどんだけ大変か、それは身をもって理解してるつもりだ。お前立派だよ、こんな夜遅くまで働いて両親のために毎日頑張ってんだろ。そんなやつを笑ったりできるかっての。むしろそのすげえなって思う。ショー、私あんたのこと誤解してた、ごめん。別にいいって、お前とはいろいろあったが昔のことだしな。けどまあ、そういう事情なら俺も売り上げに貢献するわ。え、いいってば、そんな無理しなくても。無理じゃないって、俺今はそこそこ稼いでるんだぜ。それからというもの、接待の時よくあの店を利用するようになった。もちろん指名するのは。今日もエミちゃんに会いに来てくれたの？じゃあお前もう酔ってるのか？酔ってないもん。そんなんでよく言えたな。まあまあ、きっとナンバーワンも大変なんでしょう。ショーに会えて嬉しい、来てくれてありがとう。わかったから、ちょっと水でも飲んどけ。うん、じゃあショーが飲ませて。一人じゃ飲めないかも。はいはい。こんなフラフラになるまで毎日頑張って、こいつほんと家族思いっつうか努力家だよな。別の日、同伴をお願いされてデートすることもあった。なあ見て、今牛丼半額だって。おお、そうらしいな。ちょっと寄ってこ、私お腹空いちゃった。牛丼で大喜びか、あのお嬢様がすっかり丸くなったもんだぜ。おいしい、やっぱりつゆだこに限るわね。そういやお前、普段飯はどうしてんだ？あ、そりゃ自炊してるけど、最近大変なのよね、食材も値上がりしちゃってさ。ああ、なら何かおごってやろうか？それはダメ、施しは受けないわ。施しってお前、普段いろいろ注文してやってるだろ。お店ではいいの、あれはお仕事だもん。けどそれ以外ではダメ、ショーとは対等でいたいから。お前、よし、だったらいいとこに連れてってやる、いつかの礼だ。いいところ、え、それって。数日後の休日、俺たちがやってきたのは近所の原っぱ。どうだ、いいとこだろ、ここなら野草取り放題だぞ。うん、きっとこんなことだろうって思ってた。あ、なんだお前、ちょっとテンション低くないか？そんなことないわよ。ま、動きやすい服って言われた時点でなんかおかしいって思ってたし、それでも多少は気合い入れてきたんだけどな。かわいい、こういう格好もいいな、いつもと違って新鮮だ。最初の方はあまり乗り気じゃない様子のエミリだったが、30分後。見て見て、ショー、タンポポがいっぱい。
これってつくし、こっちはよもぎかな。今晩はごちそうだよ。あい、はしゃぎすぎだ。草は逃げないからもうちょい落ち着いて。なんだ、なんか服の中でムズムズやったら。え、虫でも入ったんじゃ。虫、やだやだ、虫怖い。お願い早く取って。じゃあ何やってんだ。いいから早く、ぐばっと一思いにやっちゃって。なことできるか。いいからちょっと落ち着け。なあ、なんだこれ、綺麗な顔がこんなすぐそばに。ごめん、私ほんと虫は苦手で。おお、蜂とかじゃなくてよかったな。なんだよこれ、さっきから心臓うるさすぎ。1週間後、あんなことがあったからかどうにもぎこちなくなってしまった。気まずい、俺これまでどうやって話してたっけ。すっかり居心地悪い思いをしていると。あれ、誰かと思ったら翔じゃん。何お前、こんなとこ来れる金あんの。チャラ男、どうして。いや、たまの息抜きってやつ。ほら俺、大手企業のときめきカンパニーで働いてるし、貧乏人の誰かさんとは違うっていうかさ。ああ、そうかよ。こいつ高校の頃からちっとも変わってないな。っていうか、あれ、もしかしてエミリちゃん。なになに、どうしたの。うん、私ここで働いてて。すげえラッキー。ほら一緒に飲もうよ、俺指名するからさ。ありがとう。こいつ慣れ慣れしくしやがって。それからというもの、チャラ男はすっかり常連になったらしい。店でよく見かけるようになった。あーら、どんぺり持ってきて、じゃんじゃん飲んでいいから。あの、大丈夫、どんぺりって結構するよ。平気平気、俺稼いでるから。なあ、フルーツ盛り合わせも頼んじゃおっかな。チャラ男のやつずいぶん羽振りいいんだな。てか俺もう店に来なくていいんじゃね。よくよく考えりゃ、金を使うなら別に俺じゃなくても。ないしょ、ちょっと待てよ。俺も聞いたぜ、エミリちゃんの事情ってやつ。あいつチャラ男にも話したのか。実は俺、高校の頃エミリちゃん狙ってたんだよね。ってわけで今度こそ落とすから、あとは俺に任せてくれよ。お前もう用済み。話はそんだけ。じゃあな、貧乏人。そうだよな、もともと俺エミリから嫌われてたんだし、あいつだって俺なんかに借りは作りたくないよな。こうして俺は店に通うことをやめた。それから数週間後、仕事の都合でたまたま店の近くを歩いていた時のこと。なあ、見つけた。ちょっと、どうして最近来てくれないわけ。私ずっと待ってたんだよ。あ、悪い、ちょっと仕事が忙しくて。本当に、だったらなおさら私が癒してあげたのに。気持ちは嬉しいけど、でも。でもじゃない、もうはっきりしてよ。私何か気に障るようなことした。そんなことないけど、俺はもう用済みで。何それ、意味わかんない。借金返すの協力してくれるんじゃなかったの。あの時のあんたの言葉すごく嬉しかったのに。それは、実はあんたのことちょっとだけ見直してたの。けど勘違いだったみたい。やっぱりあんたにはがっかり。はあ、それはこっちのセリフだってな、人の気も知らねえで。わかるわけないでしょ、ほんと嫌なやつ。お前こそちっとも可愛くねえ。何やってんだ俺、かっこ悪い。数日後、今日は久しぶりにオタクダ社長と仕事の打ち合わせだ。おや、どうかしましたか。なんだか元気がありませんね。いえ、そんなことは。隠してもバレバレですよ。
よければ愚痴ぐらい聞かせてください。オタクダ社長、実はきっと誰かに聞いてほしかったんだと思う。先日のエミリとの一件をすべて打ち明けた。そうですか、そんなことが。自分でも分かってるんです、くだらない嫉妬だってことくらい。けど俺、お気持ちは分かります。ですがきちんと話さないと伝わらない気持ちだってありますよ。あ、そうですよね、その通りだと思います。せっかくですし、これからお店に向かいましょうか。え、今からですか？もういい時間ですけど。なに、閉店には間に合うでしょ。善は急げですよ。そうですよね、俺覚悟決めます。1時間後、どうにか店に到着したが、なんだか店内の様子がおかしい。こんだけ貢いでやったんだ、デートくらい別にいいだろうが。何度も言ってるよね、アフターも同伴もあなたとはするつもりないから。一体何を揉めてるんだ。いや、そんなことより今は。たかがキャバ嬢がお高く泊まってんじゃねえよ。黙って俺の女になりやがれ、くぬ。おいてめえ、今何しようとしやがった。やっぱお前みてえなやつにエミリは任せられない。こいつの面倒は俺が見る。そう言い切りやがって、貧乏人が今さら何の用だ。てめえの出る幕なんぞねえんだ。おや、山田さんは貧乏ではありませんよ。あなたは。うちの社長がなんでこんなとこに。知らなかったのか、オタクダ社長はこの店の常連だぞ。以前こちらの店長さんと一緒に仕事をしましてね。嘘だろ、そんなことって。あの、それよりショーが貧乏じゃないって一体。なあ、それはですね、高校時代実家の工場が経営難だったせいで草しか食べられなかった俺だが、嫌味なエミリを見返したい一心で経営の勉強に明け暮れ、卒業後本格的に工場を手伝うようになってから見事借金を完済した。いやはや、彼の経営センスは素晴らしい。単なる町工場を我がときめきカンパニーに負けず劣らずの大企業に成長させたんですから。そんな褒めすぎですって。すごい、ショーって社長さんだったんだ。言ってくれたらよかったのに。いや、金持ち自慢するのはなんか違うかなって。なんだよそれ、俺なんかじゃ勝ち目ねえじゃねえか。ところで、うちの社員が随分ご迷惑をおかけしたようで、これはじっくり話をする必要がありますかね。そんな、これならエミリにちょっかい出すような真似はもうしないだろう。その後、俺はエミリとアフターすることに。この間は悪かった、俺チャラのやつにつまんねえ嫉妬しちまって、どうか許してほしい。もういいよ、さっき助けてくれたから。それよりさ、ちょっと聞いてもいい？あ、なんだ。こいつの面倒は俺が見るって、あれどういう意味？それは俺、お前のことが、エミリが好きだ。大人になって再会して家族思いで一生懸命なお前に気づいたら夢中になってた。嬉しい、私も本当は気になってたから。え、そうなのか。貧乏だけど、そんな逆境ものともせず、どこか誇り高いっていうか、そんなショーに憧れてた。まあ、あんたは私のこと嫌ってたんでしょうけど。は？なんだよそれ、嫌ってたのはお前の方だろ。え、そんなことない、チャラ男くん言ってたよ、あんたが陰で私のこと親の七光だって笑ってるって。まったく身に覚えねえよ。じゃあ、チャラ男のやつに一杯食わされたな。あいつ昔からお前のこと狙ってたみたいだし。そうだったんだ、ずっと勘違いしてた、ごめんなさい。別にいいって、お前のおかげで頑張れたんだから、今の俺があるのはエミリのおかげだよ。
しょう。それから無事に誤解が解けた俺たちは交際を開始した。ちなみにチャラ男はというと、他にいろいろ問題が見つかり、僻地の支店へ左遷されたそうだ。キャバクラどころかスナックさえありゃしねえ。どこで遊べばいいんだよ。一方、俺たちは順調に交際を進め、エミリの両親にも挨拶を済ませた。借金は全額俺が肩代わりすることにして、エミリはキャバ嬢を卒業。今は大学に戻るため準備してるところだ。私頑張るから、ショーのお仕事手伝わせてね。返済のことなら気にしなくったっていいんだぞ。そういうわけにいかないもん。何年かかっても絶対返してみせる。だからずっとずっとそばにいさせてね。俺たちは確かに真逆で、互いの境遇だって別物だけど、だからこそ高め合えるんだって信じてる。この不思議な縁を大切にしていこう。沙織ちゃん、今日も綺麗に咲いてくれてありがとう。僕の名前は佐々木家。美子院として学校の花壇の世話をする高校3年生。エリーは面白いな。ん？ちょっと今はダメ。あれ、中野さん？彼女は中野愛。僕と同じクラスで学校一のお嬢様。成績優秀、美目秀麗な美少女だ。どうかしたの？別に、何でもないわ。近寄らないで。それより制服が着崩れているわよ。だらしない人ね。あ、ごめん。ご令嬢として完璧な彼女は誰に対してもこんな感じだ。でも特に僕に対して当たりがきつい気がするんだよな。まだ花壇のお世話が終わらないの？まだ水やりが残ってて、この花壇広いから。私も手伝うから、さっさと終わらせて。早く帰らないと、学校の迷惑になるわよ。あ、待って、中野さん、その蛇口は？その蛇口、調子が悪いから使うのはコツがいるんだよ。どうして修繕しないのよ。ごめん。それより水を止めないと。早くなんとかして。はあ、止まってよかった。信じられないわ。早く離れてよ。ごめん。さよなら。あ、行っちゃった。申し訳ないことしちゃった。明日ちゃんと謝らないと。くしゃ。僕も風邪をひかないうちに帰ろう。翌日。今日は中野さんが風邪をひいてお休みね。放課後誰かプリントを届けてくれる人は？届けてあげたいけど、中野さんちょっと怖いから。完璧お嬢様で近寄りがたいもんな。昨日のことが原因だよな。僕のせいだし。ここは先生、僕が行きます。助かるわ佐々木くん。それじゃあお願いね。勢いで来ちゃったけど緊張してきた。なんてビビってる場合じゃない。はい、どちら様ですか？あれ、女の子？中野愛さんと同じクラスの佐々木ケイと言います。今日中野さんがお休みされたのでプリントを届けに来ました。ああ、どうぞどうぞ。今門のロックを外しますね。いらっしゃいませ佐々木さん。私はお姉ちゃんの妹で、中野桃って言います。ああ、この言い方だと紛らわしいですよね。中野愛の妹の桃です。よろしくです。めちゃくちゃ可愛い子来た。あなたが佐々木さんなんですね。いつもお姉ちゃんからお話を聞いてます。そうなの？さあお姉ちゃんの部屋へどうぞ。2階に上がって右へ進んで一番突き当たりの部屋ですので、私はお茶とお菓子をご用意しますね。普段はメイドさんに用意してもらうんですけど、
今日は特別に私が用意します。僕一人で行っていいの？はい、私もすぐに行きますから。それじゃあ。そういえば女の子の家に上がること自体初めてだ。緊張する。とりあえずノックを。どうしたの？早くこっちに来て。え、いつまでそこに立っているつもりなの？遠慮なんてしないで早く。はい、わかりました。失礼します。え？やっと来てくれた。もう恥ずかしがり屋さんなんだから。え？はあ、好き、大好き。もっと強く抱きしめて。あれって抱き枕？あ、気のせいかな。なんか僕の絵が描いてあるような。幸せ。よし、見なかったことにしよう。ん？何これ？え？あ、しまった、驚きすぎてつい。なんであなたがここに？いや、あの、これは。うわー、見ないで。ちょ、落ち着いて。どうしたの？今すごい悲鳴が。って、なにこれ。桃まで、もう部屋の鍵閉め忘れた。妄想に夢中で気づかなかったよ。最近部屋に入れてくれなくなったと思ってたらこういうことだったんだ。もういや。お姉ちゃん、とりあえずいろいろ説明してあげた方がいいんじゃない？ここにある写真は全部私が隠し撮りしたものなの。抱き枕とかのグッズもこっそり業者にお願いしたりして。改めて見ると壮観だ。本当にごめんなさい。ああ、大丈夫だよ。びっくりはしたけど怒ってるわけじゃないから。え？本当に？うん、ただ理由は教えてほしいかな。それは。お姉ちゃん、もう素直になったら？あのね、私佐々木くんのことが好きなの。え？中野さんが僕を好き？信じられない。でもちゃんと答えないと。ありがとう、中野さんの気持ちすごく嬉しい。でもその僕、誰かを好きになったことがないから。だからお友達からでもいいでしょうか？佐々木くん。わあ、やんややんや、おめでとう。こうして僕と中野さんのお友達生活がスタートした。中野さん、花壇のお世話手伝ってくれてありがとう。私もやってみたいと思ってたから。あ、汗がすごいから拭いてあげる。え、いいよ。はい、じっとして。ありがとう。くすぐったい。それに嬉しい。別の日。制服が着崩れてるから直してあげるわ。近い。ご両親が心配するといけないし早めに帰らないとね。中野さん、僕のこと思ってくれてるんだ。そっか、これまでだって言い方はきつかったけど全部僕のことを考えてくれてたんだな。また別の日。この花はマリーゴールド、こっちはサルビア。正解。中野さん、最近花の名前に詳しくなったね。勉強したから。少しでも佐々木くんの役に立ちたくて。かわいい。そういえばこの本にお花で作る花壇アートが載ってたの。知ってる。いろいろな色の花をきれいに配置して絵を作るんだよね。うん、とってもきれいだなって思って。花壇アートか。いつか見せてあげられたらいいな。それから数日後。今日は日傘を持ってきたの。佐々木くんが暑くならないように差しててあげるわ。でも中野さんが暑いんじゃ。
私は平気。この方が佐々木くんも花壇のお世話をしやすいでしょ。そうだけど。じゃあ一緒に入る？え？うん、じゃあそうしようかな。思ったより近い。今肩が当たっちゃった。佐々木くんはさ、花が好きなのよね。うん。花に名前をつけて話しかけてたし。見てたの？佐々木くんのこと可愛いって思ったのよ。可愛い？できたら私のことも名前で呼んでほしいなって。ダメかしら？ダメじゃない、全然。じゃあ。うん。愛ちゃん。ありがとう、ケイ君。すごく嬉しい。うわあ、なんだこれ。めちゃくちゃ恥ずかしい。あのね、ケイ君。やい。今まで素直になれなくて、冷たくしてしまってごめんなさい。あの時もすごくきつい言い方をしてしまって、隠し撮りしてたなんてバレたくなかったの。愛ちゃん、頭を上げて。僕は全然気にしてないから。それに僕はもう知ってるよ、愛ちゃんがとても優しい人だってこと。愛ちゃんと一緒に花壇のお世話ができて僕は楽しいんだ。ありがとう、ケイ君。私もケイ君と一緒にいられてとても幸せよ。可愛すぎる。花壇に水をあげようかな。こうして斜めに力を入れてゆっくり回すのがコツなんだって。ごめん、ずっと手を握っちゃってて。ううん、ケイ君ならいいから。そっか。もう僕は愛ちゃんのことが好きだ。でも実は僕と愛ちゃんのことは学校中の噂になっていた。もちろん中には僕と愛ちゃんが仲良くしていることを快く思わない人もいる。だって僕は平凡な陰キャ男子で、愛ちゃんは学校一のお嬢様なのだから。本当に愛ちゃんの相手が僕でいいんだろうか。そんなある日、やってきました、ホームセンター。もしかして愛ちゃんも初めて？うん、だからケイ君と来るのが楽しみだったの。ちゃっかり名前で呼び合う仲になってる。それからしばらく中を見て回り、ふう、ちょっと休憩しましょう。ケイ君、新しく買った肥料、お花たちに喜んでもらえるといいわね。うん、一緒に選んでくれてありがとう、愛ちゃん。お待たせしました。何これ？カップル限定ジュース、間違えて買っちゃった、テイペロ。うん、絶対わざとでしょ。ふふ、あとは二人でデートを楽しんでね。じゃ。あの子は本当にもう、あはは。それでどうする？え、これ飲まないともったいないわよね。ああ、そうだね。まさか愛ちゃんと恋人ジュースを飲む日が来るなんて。ドキドキしすぎて味がわからない。今愛ちゃんと目が合った。愛、やっぱり愛じゃないか。お父様。愛ちゃんのお父さん。この辺りの使者を視察に来てたんだが、帰りに車の窓から愛の姿が見えたんだ。今日は桃と一緒に買い物じゃなかったのか？それは、その…なるほど。さあ、一緒に帰るよ。はい。あの…大体の事情は察しがつくが、娘は私にとって大切な宝物だ。君は自分が娘にふさわしいかどうか、よく考えてくれ。それから愛ちゃんは僕を避けるようになってしまった。おはよう愛ちゃん。おはよう。今日も
一緒に花壇のお世話はできないのかな。ごめんなさい。僕は嫌われちゃったのかな。あ、ももちゃんから。もしもし、Kさん。ももちゃん、どうしたの。その、Kさんには知ってほしくて。実はうちのお父さん、とても過保護で、だからお姉ちゃんはずっと気持ちを伝えられなかったんです。こうなることが分かっていたから。お姉ちゃんにはお父さんが決めた言い名付けがいます。叶わない恋だから諦めようとして、でも諦められなくて、お姉ちゃんは Kさんをこっそり写真で撮ったりするしかなかったんです。気持ちが溢れないようにあえて Kさんに冷たくして、でも写真のことがバレてしまって、お姉ちゃんはようやく素直になることができました。お姉ちゃんなりにこの恋を頑張っていたんです。でも結局、お願いします、Kさん、お姉ちゃんを助けてください。ありがとう、ももちゃん。僕頑張るよ。Kくん、話って何？急に呼び出してごめん。でもどうしてもこれを見てほしかったんだ。これって綺麗。それにこのハートって、うん、僕の気持ち。僕は愛ちゃんのことが好きです。これからもずっと一緒にいたいです。ケイ君、私もケイ君のことが好き。やっぱり諦められないの。ずっと一緒にいたい。ありがとう、愛ちゃん。本当の気持ちを聞かせてくれて。一緒に頑張ろう。愛ちゃんのお父さんに認めてもらえるように。その帰り、僕たちは愛ちゃんのお父さんに会いに行った。失礼します。君はこの前の、なんだね、こんなところまで。僕は愛ちゃんのことが好きです。だから愛ちゃんとの交際を認めてください。私からもお願いします。よく考えた結果がこれなのか。ダメに決まってるだろう。それでも絶対に諦めません。はいはい、そこまで。お母さん、まだ海外にいるんじゃ。娘の一大事にじっとしてられるわけないでしょ。私が呼びました。ももちゃん。お母さんに連絡取るの大変だったよ。ということで、いい加減にしなさい。娘が大切なのはわかるけど、やりすぎよ。ごめんなさい。すごい。お母さんは最強なので。ほら、ケイ君に謝りなさい。悪かった。君が娘を私からさらっていってしまうのではと怖かったんだ。いえ、大丈夫ですから、頭を上げてください。ねえお父さん、私についてきて。ん？ほらこれ見て。お姉ちゃんにはKさんしかいないんだから。なんじゃこりゃ。あ、どうして見せるの。ケイ君、本当にうちの娘でいいのかい。はい、好きなので。それでどうする、アイ。あなたが望むなら言い名付けは解消しておくけれど、もともとあなたの未来を心配してこの人が勝手に決めた言い名付けだしね。今すぐ解消する。私はケイ君と結婚したいから。え、あ、違う。いや、違わなくて、今すぐ結婚しちゃえばいいのに。でもよかった、これでケイ君と一緒にいられる。うん、ありがとう、アイちゃん。ケイ君、大好き。あのさ、ずっと気になってたんだけど、アイちゃんはどうして僕のことを好きなの？それは。それからアイちゃんは少しずつ話をしてくれた。それは少し前のことだったらしい。見てくれてありがとう。喜んでくれる人がいて嬉しいよ。あなた、私のことが怖くないの？私が学校で孤立しているのは知ってるでしょ？うん、
でも花を見ている時の顔を見れば中野さんが優しい人だってわかるよ。そう。あの時わかったの。ケイ君だけは私をちゃんと見てくれたんだって。それが嬉しくてケイ君のことが気になるようになったわ。そうして一生懸命花壇のお世話をするケイ君を見ているうちに。そうだったんだ。ヒューヒュー、暑いね。大切な人に出会えてよかったわね、アイ。ケイ君、あなたにならアイを任せられるわ。アイのことよろしくね。はい、必ずアイちゃんを幸せにします。それから数日、今日も僕とアイちゃんは仲良く花壇のお世話をしている。あの、花壇のお世話をするケイ君がかっこいいから、写真を撮ってもいいかしら。もちろん、よかったら一緒に撮ろう。うん。最初は驚いたけど、あの二人お似合いだよね。ねえ、とっても幸せそう。みんなに認めてもらえて嬉しいね。うん、とっても嬉しい。でもケイ君の相手が私でいいのかなって思うの。いいに決まってるよ。だって僕はアイちゃんのことが本当に好きだから。だからこれ受け取ってほしい。永遠の愛の花言葉を持つ花。よかったら。ありがとう、ケイ君。すごく嬉しい。よかった。ねえ、ケイ君。うん、何？大好き。人生、波風立てずに平平凡凡に生きるのがいい。その学びを得た俺、和田岳は平和で静かな高校生活を送っている。静かに読書ができるのは最高だな。何読んでんの？うわ、何これ、こんなん何が楽しいわけ？彼女は高野里奈さん。陽気なギャルで友達は多いらしく、いつも輪の中心にいる子だ。で、俺みたいなやつをからかうのが好きなようで、よくちょっかいをかけてくる。あの、返してください。なんて、声聞こえないんだけど。だから返して。なあ、もうさ、はっきり声出して喋りなよ。ピヨピヨしてないでさ。ほら、これ返すから。どうも。本当にあんたってなよなよしすぎ。はあ。そんなんじゃ女の子にモテないぞ。男の子はもっとびっしりかっきり強くないと。例えばぶっこみ、恋は暴走族のタクみたいなさ。暴走族は悪いことなんじゃ。ヤンキーになれって言ってんじゃないよ。もっと堂々としなってこと。はあ。リナ、トイレ行こう。じゃあ呼ばれたから行くわ。翌日。うわ、ヤンキーかな。すごい、ピアスバチバチ。こわ、端に避けようぜ。誰も取って食ったり、いきなり殴りかかったりしないっつーの。っていうか、俺がヤンキーだったのは昔の話だ。何を隠そう、学校のモサイ俺と今の俺は同一人物である。もともとヤンキーだった俺は中学時代大暴れしていた。親との折り合いも悪かったし、全てが敵と認識していたせいで喧嘩の毎日。けれど抗争で大怪我を負ってギャン泣きする母親と男泣きする父親を見て心を入れ替えた。言い合いばっかで腹立つ親だけど、大事にされてたことに気づいたのだ。それから俺は素直に謝り更生して、高校生活はおとなしくしている。この時両親がくれたお守りは俺の命より大事なものだ。だが休日は別だ。休みの日までネクラファッションなんてやってられっか。ヤンキーはやめても自分磨きをやめた覚えはね。さてと、新しいピアスでも買いに。ちょっとやめてよ。いい加減諦めて、しつこいよ。俺、粘り強いところがいいって言われてるんだよね。全然良くないし、もう泣いてってば。私は私で用事があんの。あんたと一緒は嫌なの。
まあまあそう言わずにさ。君本当に可愛いね。早く一緒に遊びに行こうよ。だからいい加減にしとけって。嫌がってんだろ。んだよ、お前関係ねえだろ。引っ込んどけ。嫌だっつったら。あ、潰すつ。いいぞ。でもな、殴るってことは殴られる覚悟もあるってことだよな。俺は殴られっぱなしじゃねえぞ。もういい、勝手にしろ。口ほどでもねえな。おい、あんた大丈夫か。かっこいい。え、男らしくてかっこいい。彼女にしてください。は、何言ってんだこいつ。っていうか高野さんじゃねえかよ。後ろ姿じゃわからなかった。あの、いきなりすみません。彼女とかいますか？気にかけてる人とか。え、高野さん、俺だって気づいてないのか。ってまあ普段嫌ってる俺イコールにならないんだろうな。だからって別に付き合うとかないしな。いや、彼女とか今いらないんで。じゃあ連絡先教えてください。私あなたに一目惚れしちゃったので、この出会い諦めたくないんです。だから。グイグイ来るな。でも気持ちは嬉しいけど、それでも勘弁してくれ。俺は今恋愛云々に興味ないんだ。まったく何なんだあいつは。はあ、ビビった。しばらくあの辺に近づかない方。あ、あれ、ない、ない、俺のお守りがない。もしかしてあいつを助けた時に落ちたのか。やばい、探しに行かないと。どこだ、どこに落とした。お袋にもらったお守り、マジでどこに行ったんだよ。あれをなくすとか罰当たりにも程がある。お兄さん、何してんの。なあ、だ、お前、もしかして探し物ってこれですか。それだ、母親の手作りで替えが効かないんだ。拾ってくれてたのか、ありが。へい。おい、こら、何のつもりだ。返してもいいですけど、連絡先教えてください。じゃないと返しませんよ。人の弱いところにつけ込みやがって、この小悪が。恋する乙女は必死なんです。恋って、一目惚れなんです。私あなたを諦めたくない。だから。はあ、分かった、教えるから返せ。はい、やった。名前は、え、G？ 何がどうあって個人情報流出するかわからないからな。本名で登録してないんだよ。名前教えてください。やだ、即答。今お兄さんって勝手に呼んじゃうから。連絡してくんなよ、無視するからな。いっぱいしますね。人の話聞けよ。じゃあこれからよろしくお願いします、お兄さん。はあ、なんでこんなことに。翌日。ねえ、昨日さ、スキピの連絡先ゲットしたんだ。へえ、よかったじゃん。じゃあさ、早速今連絡してみたら。邪魔にならないかな。ならなら、積極的にアピールするのみ。だよね、じゃあ早速。あいつ、連絡すんなっつったのに。何がだよね、だ。なんか今、あんたのところから音聞こえなかった。何も聞こえてないよ、気のせいじゃないかな。あ、そう、それならいいけど。あぶねー、バイブレーションじゃなくてサイレントにしとこう。返事しないっつってんのに連投してきやがる。このままじゃ高野さんの未読であふれかえるぞ。ああ、返事返さないとまずいよな。適当に返しとくか。連投すんじゃねえよ、連絡すんなっつっただろ。既読無視するからでしょ。それでお兄さん、今度の土曜日暇ですか？一緒に遊びに行きましょう。暇じゃない。13時に駅前に集合で。人の話を聞けよ。お守り拾ってあげたのにな。借りは返す、一回だけだぞ。やった。なにニヤニヤしてんの。いい返事来たから。じゃ、
なんだよあの笑顔。ちょっと出かけるだけであんなに嬉しそうにして、なんで俺がドキドキしてんだ。しっかりしろ。出かけるのもこれが最初で最後だからな。そして遊ぶ約束の日、俺たちはアクセショップへと来ていた。このピアスとか似合いそう。あっちのやつも似合いそう。これも絶対に似合うよ。あのさ、アクセ選んでくれるのは嬉しいけど、距離感が近すぎるから離れろよ。やだこいつ。でも誰かと一緒にアクセ選ぶのは楽しい。やっぱり好きなものを共有できるっていいよな。あ、この可愛いやつ高野さんに似合うんじゃ。なあ、このピアス。ん？何見てるんだ。あれは結構いかつめのピアスだな。もしかしてああいうかっこいいのが好きなのか。だったらちょっと意外だな。なあ、それがいいのか、かっこいいやつ。え、そんな女の子っぽくないもん。違う違う、やっぱり私に似合うのは可愛いやつでしょ。あんなメンズっぽいのは趣味の範囲外だよ。な、ほら他のも見に行こう。ねえねえ、次はどこ行く。私行きたいとこが。これやる。アクセ選びに付き合ってくれたのとお守りのお礼だ。え、マジで。何プレゼント、すごく嬉しいんだけど。お兄さんが選んでくれたやつとかめっちゃテンション上がる。ピアス、これ。お前見てたじゃん。でもこんな男の子っぽいの女の子らしくなくて似合わないよ。女の子らしくってなんだよ、固定概念だろ世間の。そんなくだらねえ押し付け気にするなよ。お前は好きなお前でいいんだよ。胸張れよ。やっぱりお兄さん大好き。だあ、くっつくな、離れろ。高野さんからのラブアピールは既読無視をしても容赦なく続いた。しつこいと切り捨ててもよかったけれど、これだけまっすぐに好意を向けられると断り続けるのも申し訳なくなる。結局いつも強く断りきれずに、休みの日に一緒に出かける日々が続いた。出かけるたびに高野さんは学校では見せない表情を俺に見せてくれている。例えば、雪ラーメン美味しい。パンケーキとかじゃねえんだな。甘いのも好きだけど一番はやっぱりこっちなの。女の子同士じゃ来れないから一緒に来てもらえて嬉しいよ。楽しそうで何より。それに学校よりもなんか楽しそうだしな。別の日には、うりゃー、おお、ナイスバッティング。意外と運動神経あるんだな。意外って言わないでよ。運動とか嫌いかと思ってた。そんなことないよ、私体動かすの大好きなんだから。ショッピングもいいけど、こういうのも最高だよね。ほんといい笑顔しやがるぜ。ちょっと休憩。なあ、なんで最近そんなに俺に素を見せてくれるんだ。だってお兄さんは私に女らしくしろって言わないじゃん。あのね、私の家実は結構由緒正しいところなんだ。え、そうなのか。マジマジで、女性は女性らしくおしとやかにしろ、そう言われて育ったけど、私はそれが嫌だった。そんな時雑誌で派手ギャルを見つけて、可愛さもあったけど親に反抗もしたくてその格好をするようになった。でも心のどこかでそれでも女らしくいないといけないっていうのがあったんだ。本当はかっこいいものに憧れてたのに。かっこいいものが好きって言ったこと一度もねえの。あるよ、一回だけ。小さい頃に青色のおもちゃを欲しいって言った。でもその時親に、男の子みたいなの欲しがらないで、あなたは女の子でしょって言われたんだ。それからいつの間にか女らしいって言葉の呪縛にとらわれてたみたい。女らしいとか男らしいとかじゃなくて、大事になのは自分らしいなのにね。そのことに気づかせてくれて
その呪いを解いてくれたのはお兄さんだよ。だからありがとう。おお、だからなんでこんなドキドキしてんだ俺は。最初は正体がバレるのが嫌で、いやいや出かけるのに付き合っていたけれど、次第に一緒にいるのが楽しくなってきている自分もいた。高野さんといるのが楽しいと思うほど、好かれていると自覚するほど申し訳なくなってくる。高野さんが好きなのはヤンキーの俺であって陰キャの俺じゃない。このまま正体を隠し続けるのはダメだと分かっているけど、どうしたらいいんだろうな。迂闊に正体を言ったところでこじれそうだし、あー、気圧のせいで頭も痛いし考えがまとまらない。気圧しんどいもんね。あ、高野さん。よ、何やってるんですか。傘忘れたからやむの待ってんの。なかなかやみませんよこれ。わかってる。でも濡れて帰るのは嫌だしさ、親に頼るのはもっと嫌だしさ。家族間あまり仲良くなかったもんな確か。あ、ピアス。ああ、これごついっしょ。キャラじゃないって言いたいんでしょ。わかってるよ。似合ってます、とても。え、マジで言ってんの。かっこいいじゃないですか。素敵ですよ。ありがとう。これ待っててもしばらく止まないんで、高野さんこの傘使ってください。でもあんたは。こう見えて俺頑丈なんですよ。だから気にしないでください。それじゃ体が冷える前に帰ってくださいね。ちょっと、なんなのあいつ。で、カッコつけたはいいけど、まさか風邪をひくなんてな。まあ2、3日休めばすぐに良くなるだろう、多分。とりあえずさっさと治すには寝るに限る。母さん、俺なら大丈夫だから心配は。意外と元気なんだ。高野さん、なんでここに。プリント届けに来たんだよ。わざわざありがとう。気にしなくていいよ。私のせいで風邪ひいたんだし。お見舞いいろいろ買ってきた。ありがとう、優しいね。そんなことないよ。借りはしっかり返したいだけ。とりあえずプリンでも。ねえ、なんか机のとこに落ちてるよ、これ。うなんであんたがこのお守り持ってんの。お兄さんは替えが効かないって。まさか。じゃ、何す。やっぱりあの人だ。騙してたの。違う。私があんたに惚れてるのがそんなに面白かった。滑稽なピエロの踊りが見れてよかったね。もうあんたなんて嫌い。高野さん。あー、やべえ、熱で頭がグラグラする。このまま寝た方が絶対に。でも自分の都合で傷つけた高野さんを一人になんてできない。けじめしっかりつけねえとな。見つけた。いや、話して。話を聞けって。聞きたくない、何も信じられない。話して、話してよ。高野さん。あの、ねえ、しっかりして。怪我ないか。私なら大丈夫だよ。それより和田が。お前が無事ならよかった。和田。ここは和田、大丈夫。あんた、私をかばって階段から落ちて。ごめん、私あんたにひどいことして。本当にごめん。捕まえた。何って。これでもう逃げられないだろう。そんなこと言ってる場合じゃないでしょ、もう。でもよかった、肌が無事で。肌、さっきはひどいこと言ってごめん。お兄さんが和田だって分かってびっくりしちゃってさ。でも私、お兄さんがあんただって分かっても好きだよ。だって
陰気な時も私に優しくしてくれたでしょ。傘、嬉しかったんだ。それにお兄さんも陰キャ君も私の好きな人には変わりないし、だから私は和田のことが好き。ずっと学校できつい態度取っててごめん。和田は私のことなんか好きだよ。俺も悪かった。なかなか言い出せなくて。俺は高野さんに嫌われてたのを知ってたから言い出しづらくて、でも一緒にいるうちに好きになったんだ。高野さん、俺の彼女になってくれるか。こうして俺と高野さんは恋人同士になった。恋人同士になった俺たちはまずはご両親に挨拶に行った。その時高野さんと両親はしっかり話し合って今までのすれ違いを解消した。ご両親も彼女を思えばこその行動だったようだ。わだかまりが解けた高野さんは学校でも自分らしく振る舞うようになった。かわいいもかっこいいも両方自分のものにしている彼女は世界で一番素敵だ。なあ、こんな姿の俺とデートして楽しいのか？楽しいよ。なあよなあよしてるとか言わないのかよ。あれは悪かったってば。もう意地悪だな。もうあんなこと言わないよ。だって君は君だもん。どんな君でも大好きだよ。はあ、みんな浮かれてんな。俺の名前は福田光太。彼女いない歴イコール年齢の高校2年生だ。周囲が恋愛に浮かれるのを見るだけの毎日を送っている。しけたつらしてんな。なんだよ、お前に関係ないだろ。彼女は山本玲奈。俺とは対極にいるようなやつだが、実は幼馴染である。家が隣同士、学校では同じクラスになること複数回という腐れ縁記録更新中なのだ。またカップルが増えたなっと。修学旅行もあったし、恋人のイベントも目白押しだからな。学生の本分は勉強だろ。恋愛なんかにうつつを抜かしてんじゃないよ。え、本音は？彼女が欲しいです。そんなの無理無理。あんまりはっきり言うなよ。じゃあ私が今から証明してやるよ。証明？まあまあ、私に任せときなって。おい、何する気だよ。みんな注目、こいつの彼女になってくれる人。ちょ、やっぱいないか。こんなやり方で彼女になるなんていう人間がいるわけないだろ。うんうん、現実は厳しいな。でもここまで静まり返るとは思ってなかった。なんかごめんな。ごめんで済むか。あの、私立候補します。は？なんで小野さんが？彼女は小野さやさん。いつも教室の端で本ばかり読んでいる人だ。そこまで話す機会もなく、クラスで一番目立たないというイメージなのだが。ダメでしょうか？今の話の流れってわかってる？もちろん。彼女を募集してたんですよね。うん。私を福田くんの彼女にしてくれませんか？相手はこの浩太だぞ。あんた同情なんかで彼女になったら後悔することに。後悔はしません。じゃあ彼氏が欲しいだけか？そういうことなら。それも違います。私は本気です。本気だってさ。コウタどうする？どうするっていきなりだし、小野さんのこともあまりよく知らないからなんとも。だよな。確かにただのクラスメイトという関係からいきなり彼女にしてほしいというのは早計だったかもしれませんね。ああ、意外に冷静で何より。だったらまずはお互いのことを知るところから始めましょう。は？
早速ですが、今日一緒に帰りませんか？いいけど。じゃあ放課後に、楽しみにしてますね。そして放課後、福田くん、もう帰れますか？うん、本当に一緒に帰るつもりなんだ。俺、女子と下校なんて初めてだぞ。こうだも今帰るのか？偶然だな。偶然も何も、同じクラスだろ。あら、レナさんも一緒に帰りますか？どうしてもって言うなら帰ってやるよ。まあ、レーナがいればちょっと助かるか。二人きりだと何話していいかもわかんないもんな。今日は突然お誘いしてすみませんでした。全然、特に何も予定なかったし。私、こうして福田さんと一緒に帰るのが夢だったんです。これからもお誘いしていいですか？俺でよければ。あのさ、改めて聞きたいんだけど、なんでコウタの彼女になりたいとか言い出したわけ？なんでとは？こいつは大事な幼馴染だしさ、中途半端な気持ちで振り回してほしくないんだ。お前が言う。うるせえな、今大事な話してんだから黙ってろ。いや、当事者は俺ですけどね。福田さんのことを本当に好きなのかってことですよね。そうだ、それが聞きたかったんだよ。こんな形で告白するのもなんですが、5月の校外学習の時のこと覚えてますか？校外学習？恋はランドに行った時？はい、私たち同じグループだったんですけど。小野さん、大丈夫？大丈夫です。私のことは気にしないでください。お悪い。俺たちちょっと疲れたから少し休憩する。オッケー。じゃあ、あのアトラクションに乗ったら戻ってくるから。了解。というわけで、俺の休憩に付き合ってくれる？ジュース買ってくるからベンチに座ってて。はい。あの時、私のことを気にかけてくれたのは福田くんだけでした。だって、怪我してたみたいだったし、当たり前っていうか。それがあなたを好きになったきっかけです。いつ気持ちを伝えようかって考えていたんですが、なかなか勇気が出せなくて。でもあの時、告白するなら今しかないって思ったんです。私はあなたが好きです。返事はもっと私のことを知ってからで構いません。ちゃんと考えるよ。ありがとうございます。それからレーナさん、今日はいいきっかけを作ってくれてありがとうございます。別に小野のためにしたことじゃ。でもこうして思いを伝えられるきっかけを作ってくれたのは事実なので感謝してます。勝手に感謝してれば。それからも小野さんとは趣味や好きなアーティストのことなどいろいろ話しながら帰った。地味でおとなしい、そう思っていた小野さんの意外な一面を知ることができたのだった。今日はありがとうございました。うん、俺も楽しかった。よかったです。最後にお願いがあるんですけど。お願い？コウタくんって呼んでもいいですか？そんなことか。うん、いいよ。ありがとうございます。私のこともサヤって呼んでください。わかったよ、サヤ。そっちも敬語じゃなくていいから。はい、じゃなくて。なんだか幸せ。じゃあまた明日。何これ、かわいすぎるだろ。デレデレすんなよ。なんだかサヤとは気が合うかも。そんなまだわかんないじゃん。それはそうだけど、なんでこいつ不機嫌なんだ。それからもサヤとは放課後たびたび一緒に帰るように。サヤはいつも俺の話を興味深く聞いてくれた。そんなサヤと仲良くなっていったのは俺だけじゃなくて、
さや、コウタの赤ん坊の頃の写真見せてやるよ。見せて見せて。なんでそんなの持ってきてるんだよ。最初はさやに対して警戒心を隠さなかったレイナも次第に心を許していき、気づけば俺たちは3人で過ごす時間が増えていった。そんなある日、あのさ、俺今度の日曜日さやにデートに誘われたんだ。よかったじゃん。いつも俺さやから提案されたことに流されてるだけだろ。なんか不甲斐なくてさ、どんなところに行ったらいいのかとか相談に乗ってくんない？レイナ聞いてる？しょうがないな、コウタはまだまだお子ちゃまだからな。なんだよそれ。つまんないデートしたらさやがかわいそうだし、私がなんとかしてやるよ。口は悪いけど、なんだかんだいつもこうして助けてくれるんだよな。そして迎えたデート当日。ごめんなさい、遅くなっちゃった。ううん、待ってないから大丈夫。ちょっと待て、あんたそれでいいと思ってんの？え、どこかおかしいところあるかな。少しはコウタに可愛いとか思ってほしいとかないのかよ。それは思うけど。てかレイナはなんでここにいるんだよ。別に、偶然通りかかっただけだよ。心配でついてきたとかそんなんじゃないんだからな。ついてきたんだな。とりあえずそこの店で服買おうぞ。え、コウタはもう少しそこで待ってろよ。うん、いってらっしゃい。びっくりしたけど、レイナ俺たちのこと心配してきてくれたんだろうな。兄ちゃんの影響で口調荒いし、派手なものが好きだからヤンキーって誤解されるけど、本当は面倒見がいいやつだし。そして数分後。どうよ、めっちゃ可愛くなってる。レイナグッジョブ。こんな服初めてで似合ってないよね。うん、可愛いよ。じゃあ私は帰るからな。デート楽しんでこいよ。何だったんだあいつは。あのコウタくん、あ、手をつないでもいいかな？ううん、そんなことくらいなら。ありがとう。何やってんだろうな私。数時間後。デートはどうだった？教えてもらった公園とか雑貨屋とか全部喜んでくれたよ。お前に相談してよかった。いろいろとありがとうな。うん、彼女ができそうでよかったじゃん。そうだな。え、付き合うのか？さやはいい子だし、彼女になってくれる気持ちが変わってないなら。そっか。だからさ、これからも相談に乗ってもらえるか？別に私に相談しなくてもいいじゃん。これからはさやと二人で話して決めろよ。え、レイナ？彼女の意見が最優先だろ。そんなこと。じゃあ私帰るから、さやに俺のメッセージ送っとけよ。うん。レイナのやつなんか様子おかしくなかったか？気のせいかな。そう思っていたのだが。レイナ！悪い、ちょっと用事があってさ、また今度な。なんだよあいつ、この間からずっと俺のこと避けてんじゃん。それから数日後、俺は再びさやに誘われ二人で出かけることになった。レイナのことは気になるけど、さやのことちゃんと考えるって決めたんだし、気持ちを切り替えなきゃな。コウタ、どっか出かけるのか？ああ、さやと、ちょっとね。は？さやと？私もさやに服のお礼がしたいからって呼び出されたんだけど。え、どういうことだ？さやからだ。俺も。コウタくん、直前になってごめんなさい。休養ができていけなくなりました。レイナさん、お礼はまた改めて。はあ？あいつ。これは
レイナとちゃんと話すチャンスかも。あー、帰るか。待って、せっかく駅まで出てきたんだし、このまま出かけようぜ。サヤと約束があったなら、この後は予定ないんだろ。仕方ない、たまには付き合ってやるか。そして最初に向かったのが、はい、これでいいのか。サンキュー、 UFO キャッチャーはコートに任せとけば何でも取ってくれるな。ま、得意ですからね。今日から一緒に寝ような。高校生にもなってぬいぐるみを抱えて寝てるのかよ。新入りとはしばらく同勤するって決めてんだよ。同勤？笑うな。その後おやつを食べることに。そっちもうまそうだな、一口くれ。はいはい、俺もこっちもらうな。もっと食べてもいいぞ。はあ、レーナと一緒だと気楽でいいな。なんだよそれ。女の子とシェアできんのとかレーナだけだし。何言ってんだよ。お、レーナが照れてる。さっきのぬいぐるみといい、レーナってこんなに可愛かったっけ。それじゃあそろそろ帰るか。今日は楽しかった、ありがとな。ああ、また出かけような。いやいや、あんたにはもうサヤがいるじゃん、彼女を大事にしな。それが最近俺を避けてる理由。何言ってんだか、避けてなんかねえよ。何年幼馴染やってると思ってるんだよ。ごまかしてるのバレバレだぞ。でも俺、レーナにどんな言葉をかければいいのかわかんないや。翌日。ちょっといい？うん。あれ、なんか様子がおかしいな。気になった俺は二人の後をついていくことに。昨日のどういうつもりだ。自分が一番よくわかってるでしょ。どうしよう、とっさに隠れちゃったけど、これじゃただの盗み聞きじゃん。レーナさん、そろそろ素直になったらいいんじゃないかしら。何のことだよ。コウタ君のこと好きなんですよね。そんなわけないだろ。コウタ君、お前、ま、なんでここに。ごめん、二人が気になっちゃって。てかさっきの話だけど、俺たちの様子がおかしいからってさや飛躍しすぎだって。そんなこと言われちゃレーナだって迷惑。え、レーナ？気がついていなかったのはコウタ君だけだと。え、でも好きだって言ってももう遅いだろ。お前にはもうサヤがいるじゃないか。ちょ、待てって。話せ、私にもう構うな。レーナさん。ギリギリセーフ。どこか怪我してないか。よかった。よくない、私はコウタが怪我する方が嫌だよ。つい最近気がついたんだ、コウタのことが好きだって。え、彼女募集してた時は気がついてなかったの？幼馴染としか思ってなかったし、ずっと一緒だったコウタに恋人ができそうなのが寂しいだけだと思ってた。はあ、あれで無自覚だったの？だんだんとコウタがサヤに好意的になっていってさ、なんだか私の知ってるコウタとは違っていく姿を見てて辛くなって、やっと自分の気持ちが分かったんだ。彼女募集なんてしなきゃよかったって後悔した。でもそれからもレーナは応援してくれてたじゃん。私が始めたことだろ、サヤも本気でコウタのことを思ってるし、この気持ちは自分の中に留めておこうって考えてた。レーナさんは本当にコウタ君のことを諦められるの？は？だからさっきから言って。昨日は今までの恩返しのつもりでデートをセッティングしたけど、もうしない。私は幼馴染で彼の一番身近にいて、敵に塩どころか色々と送っちゃうような優しいレーナさんにはかなわないって思ってた。あなたが諦めてくれるなら
私は引き下がらないけど、いいの？そんなのわからない。私だって自覚したばかりの気持ちなんだから。私はレイナさんと友人として仲良くしたいの。恋のライバルとしてもフェアな立場でいたい。だからそういう理由で諦めるなんて言わないでよ。ごめん、サヤ。それからありがとう、コウタ。ごめん、ずっとからかってきた私が今さら好きなんて言っても信じてもらえないかもだけど。信じる。レーナはそういう嘘は言わないって分かってる。あのさ、優柔不断で悪いけど、二人への返事はまだ保留でいい？まあ、レーナさんがやっとスタートラインに立ったところだし、私はコウタ君の気持ちが固まるまで待つよ。これからは正々堂々、どちらが選ばれても恨みっこなしだからね。もちろん、コウタに振り向いてもらえるように私も頑張るからな。その後、レーナとサヤは親友兼ライバルとして付き合いを深めていき、苦手だった勉強や対人関係にも積極的になっていった。そして1年後、高校を卒業する日が近づいていた。レーナは短大に進学して保育士の道へ、俺とサヤは大学進学のために地元を離れることに。寂しい時はいつでも駆けつけてやるからな、コウタ。ずるい、私も。ちょ、二人とも。コウタが早く返事しないからだぞ。そうよ、いつまで待たせるの？わかった、返事するよ。今まで待たせたんだし、誠実に話そう。俺はこれから先いろんなことがあるだろう。でも二人が俺にとって大切な人であることは一生変わらない。見るです。もし時間があればもう一本だけ他の動画も見てくれるとすっごく嬉しいです。